オリンピックに次ぐ世界最大規模の国際イベント、ドバイ万博。ドバイ政府は中東の歴史で一番大きなイベントと名付け、およそ7800億円を投じるなど威信をかけて臨んでいます。万博のことを知っていたからドバイに来たかったんだ。母国は冬だけど、ここは暖かいので過ごしやすいね。長期休暇中だけど、やることもないし、子供もいるのでドバイを楽しんでるわ。甲子園球場110個分という広大な敷地には、192の参加国のパビリオンが立ち並び、その光景は圧巻です。すでに630万人が訪れていて、そのうち3分の1が海外旅行客だといいます。10月末時点で185の国と地域から来てくれた。入場者数は630万人で、3000万人がバーチャルの会場に来ている。2500万人の目標は達成できるのでしょうか？これまでの歴史を振り返ると、入場者が最も多くなるのは最後の3ヶ月なんだ。これからも人数は増えていくだろう。コロナで思わぬブレーキがかかったものの、それでも現れている万博効果。その一つが地元飲食店での客足の回復です。こちらはドバイにある日本人が経営する和食店、木村屋。入り口は旅行客に日本を感じてもらうためのさまざまな工夫がされています。日本の居酒屋カルチャーを世界に伝えるべく、料理は外国人に馴染みのある寿司や天ぷらをはじめ、うなぎのかば焼きやお好み焼きといったものまで堪能することができます。ドバイって実は2020年の時点で日本食って300店舗あるんですよ。その290店舗ぐらいが外国資本の、まあ、ちょっとこう外国アメリカ風ヨーロッパ風に寄った日本食が多いので、日本人が、まあ、好む日本人が思う日本食っていうのは本当に 1% あるかないか、まあ、我々が発信していけたらいいなと思っております。コロナの影響で売り上げがかなり落ち込んだそうですが、ドバイ万博の開幕をきっかけに賑わいを取り戻しているといいます。飲食店に行っても空席が目立ったりとか、でやっぱりデリバリーが増えてでなってたんですけども、やっぱり万博始まってからは渋滞が戻り、人々が活気にあふれ、コロナ前のドバイよりも活気があるのかなと思うぐらいに感じてます。大阪・関西万博でもコロナで打撃を受けた飲食店に嬉しい追い風が吹くかもしれません。ドバイに現れているさらなる万博効果、最も関心が高まっているのが不動産です。不動産展示会はこのにぎわいです。ドバイ万博の開催によって私たちの売上と不動産価格は上がっています。そう話すのは、ドバイで不動産コンサルティング会社を経営するモハメド・オベイドさん。今年に入って売買されたドバイの不動産は日本円にしてなんと4兆999億円余り。個人投資家たちがドバイの特に高級な土地を買うために世界中からやってきています。なので今ドバイでは1億円の土地が1000万円の土地より早く売れるんです。世界中からドバイへの投資のために投資家が来る。それもまたドバイ万博の一面なのです。今年コロナの影響により全国で下落率トップとなった大阪ミナミの商業地、万博は地価上昇の起爆剤にもなるのでしょうか。また先月、全国民の1回目のワクチン接種が完了、2回目接種も 90% を超えるなど世界トップクラスの接種率を誇る UAE。 72時間以内の PCR 検査で陰性が証明されればほとんどの国からの入国を認めるなど、条件が比較的緩いことも
海外からの集客を後押ししていると見られます。ドバイ万博でひときわ長い行列ができていたのが日本館。館内では最新技術を駆使したプロジェクションマッピングなどで日本の自然や伝統文化、そしてアニメなどを紹介します。私はアニメが好き。一番好きなのはセーラームーン。ピカチュー。日本館では大阪・関西万博のスペシャルサポーターポケモンの紙マスクを子どもたちにプレゼントして PR。 その日本館の脇にもできた行列、大阪が本社の回転寿司チェーン大手、ご存知スシロー。中東初出店です。店内はご覧の盛況ぶり。ツナマグロかな。マグロが一番良かった。イスラム教徒も安心して食事が楽しめるよう、すべてハラル食材を使ったメニュー。日本では高品質リーズナブルが売りのスシローですが、やはりそこはドバイ価格ですが、それでも私はデンマークから来ていて、そこではとても寿司が高価なので、それよりは安いよ。大阪・関西万博成功に向け重要なのは、参加国を募る招致活動。ただ現時点で参加を表明しているのは目標の4割ほどにとどまっています。今の課題はですね、コロナ禍でなかなかその今海外の参加招致がですね、進んでいない。それは日本国際博覧会協会の酒井さんも、本来なら現地で PR する予定でしたが、そこに立ちはだかったのがオミクロン株の影響。最大の PR チャンスだった先日のジャパンデーには、酒井さんをはじめ吉村知事、松井市長らもドバイ入り中止を余儀なくされました。ただ酒井さんは、なんとか開催期間中にドバイを訪問し招致へとつなげたいと話します。ドバイ万博の開催中なので、非常に多くの国や国際機関の方に参加招致への活動ができますね。そういったことをやりながら、頑張って挽回していきたいなと思って。